皆さんこんにちは。毎度おなじみ大西学園でございます。愛いっぱい夢いっぱいで演奏いたしますので、どうぞ最後までお楽しみください。本日は3曲演奏します。ジャズの名曲メイクハーマインとシングシングシング、そして皆様ご存知の踊るポンポコニを演奏します。シングシングシングの後にリングの上り下りの移動がありますので、移動が終わり次第踊るポンポコニに入らせていただきます。ご了承ください。それではどうぞ。ですけど、大西学園の顧問の吉川と申します。ですね、ちょっと想定外にですね、リングの上が揺れるようでして、ちょっとこの後ですね、やや振りのある曲を演奏するのに危険を伴ってしまうなという判断を私がいたしまして、今ちょっと調整中でございますので、ちょっとお待ちください。1列目と2列目の皆さんちょっと前の方に来まして、その後ろに、トランペットトロンボンが入ることにしたいと思います。はい、吉川先生ありがとうございます。意外とね、このリングの上揺れるんですよね。私も先ほど司会進行で上に登らせていただいたんですが、衝撃を抑えるための何かあるんでしょうかね。はい、さあ準備をしていただいております。ウォーターベッドのようですよね。そうですね、はい、ぜひ吉川先生寝てみてください。いや、ちょっと戦ってみたいなと思ったんですよ。ですが、と。じゃあ、準備大丈夫でしょうか。で、この後、シングシングの曲の場所に移動しまして、はい、それから演奏する形です。お願いいたします。で、シングシングが終わりましたらですね、上に、上がらないで、下の状態で、やりますので、ということを、皆様にお伝えしていると同時に、部員に業務連絡をしているという形になっておりますので、はい、よろしくお願いします。では、行きましょう。
ございます、はい、ではですね、次ドラム あのイントロが入りましてですね、2小節間、2小節間で、移動しまして、その後例のセリフを言うことにしましょう。でそして、次の曲が始まるという段取りにします。2小節間ね、うん、へい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 、ごめんなさい、4小節にしましょう。4小節か、16拍でいきます。はい、はい、それで前の方の方にですね、センター前方の方が集まるような形でお願いします。ウェッティングの上じゃなくてね、前の方センターですね。はい、業務連絡終わりました、行きましょう。ぜひね、ご挨拶をお願いしたいと思います。どうぞ。はい、小杉ラーメンランチから来ました、右まで来ますので、すみませんが今日は、ブルドーハっていう豚肉を甘辛く煮たやつと、魚介を使ったカレーを持ってきました。まだ食べてない人は、ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。では次の方お願いいたします。あ、すみません、武蔵小杉の、宝ダイニングボソンっていうお店と、あと新丸子にトサカアナっていうお店があります。今日は、クレーさんにお誘いいただきまして、災害フードフェスということで、普段メニューにはないものもあるんですけど、中原の野菜を今日は、使わせていただいて、豚汁 と大学芋を提供させていただいてます。まだまだ残ってますので、買わなくてもいいのでちょっと見に来ていただけるとと思います。はい、ありがとうございます。お願いいたします。焼き鳥がすみれです。うちは大山鶏のつくね汁のトマト風味の味のものと、めぐみのパンという
うちのスタッフが手作りで作ったハグがありますので、よかったらお願いします。ありがとうございます。